和歌山市の磯の浦海水浴場、関西屈指のサーフィンスポットとしても人気のビーチです。先月ここで磯の浦マーケットと題したイベントが開催され、多くの人でにぎわいました。このイベントは磯の浦海水浴場のさまざまな魅力を発信していこうと、磯の浦観光協会とマリンパーク磯の浦、南海電鉄と和歌山県サーフィン連盟の4団体が主催して、今年4月に続いて開催したものです。まずビーチクリーン活動が行われた後、近くにある駐車場では数多くのキッチンカーやフリーマーケットを一堂に集めた磯の浦マーケットが開催され、たくさんの人が食事や買い物を楽しみながらのんびりした時間を満喫していました。できるだけ多くの方にね、磯の浦知っていただこうということでね、他から来ていただこうと、それで帰ってから磯の浦の宣伝してもらおうと、まあこんなことがね、私どもの願いなんです。この日訪れた人たちにビーチや海の魅力について聞きました。穏やか、海が綺麗、はい、穏やか、そうそうそうです。一番の魅力はやはりサーフィンですね。サーフィンが好きなんで、うん、気分転換、そうそうそう、はい、いやめっちゃなります。はい、こう水も綺麗なんで、うんうんうん、リフレッシュにすごいなります。やっぱ僕大阪なんですけど、すごいざわざわざわゴミゴミゴミみたいな感じなんですが、ここったらあんま周り気にせずにバーッと自分の時間作れるのがすごいいいなと思ってます。まあ、心がまあ健やかになるというか、まあ、非常にまあ頭もすっきりして、まあ、ストレス発散みたいになるかなとは思いますね。はい、そうですね、今こんな時代ですんでね、外でというかアウトドアで、皆さん楽しんでもらうということで、子どもさんなんかね、砂遊びしていただいたり、結構水の中入れなくてもね、楽しんでいただける場所だと思いますんでね、はい、人に優しい海水浴場ということでね、障害者の方も来ていただけるようなマットを用意してね、とにかく、まあ、安全安心して遊んでいただける海水浴場ということを、まあ、目標にしてます。はい、海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 和歌山県の SNS チャンネル登録もよろしくお願いします。